日本東京都大田区西高寺屋西高寺屋は東京都大田区の町名。現行行政地名は西高寺屋1丁目から西高寺屋4丁目。郵便番号は144-0034。大田区の東部に位置し、地形的はほぼ平坦、北部に新道川が流れている。4丁目に今する京急空港線高寺屋駅より東方向1丁目にかけておいで通り高寺屋。 商店会がある。三丁目には、大田区立工事屋中学校と大田区立工事屋小学校が設置されている。町域内には、住宅、町工場が密集しており、高層住宅や、集合住宅も多く、幅広い年齢層の住民が住んでいる。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、西工事屋4の19の9の地点で38万円。 平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。域内南側に接し、環状8号線が域内東側に接し、国道131号がそれぞれ通っている。域内に京急空港線が通っており、事屋駅、大鳥居駅がある。 最寄り駅は1.4丁目が工事屋駅2.3丁目は大鳥居駅となっている。詳しくは当該項目を参照のこと。駅内1丁目の北西部については京急蒲田駅が利用できる。もともと当地の地名は工事屋であったが東西分割され東部を東工事屋、西部を西工事屋を解消したことによって誕生した地域及び地名である。 現在、工事屋の名称は、工事屋駅、工事屋幼稚園、大田区立工事屋小学校、大田区立工事屋中学校、工事屋商店街などにその名残が見られる。なお、北工事屋は、工事屋から分割された地域ではなく、元から独立していた、北工事屋町という地名を前身とする地域であり、工事屋を前身とする当地及び東工事屋との直接の関係はない。 ありがとうございます。